はい、本日のテニスフィット、1日5分セルフケアしましょう。で今日はですね、足首の辺になります。捻挫、足首について知るっていうところの辺と必ず併用してみていただければ、もっと大きい効果を出していけるかなと思います。今日ちょっと触っていきたい話題としては、だいぶ重要な問題になります。何かというとですね、まず捻挫を防ぐためには必ずともやらなくちゃいけないものになります。そのぐらい大事です。はい、これなら捻挫は予防できるって言い切るぐらい、大事な部分になります。はい、じゃあそれではですね、捻挫について以前も話をさせていただいたことがありますが、捻挫で一番皆さんが見落とされがちなものがあります。それはですね、人体の部分に気を捉えすぎて大事な筋肉の損傷について気づかないケースが多いですね。大体病院に行くとで捻挫して人体損傷ですって言われるか、人体が部分断裂もしくは断裂してますっていうケースが多いと思います。でも実はですね、受傷するときは一番最初起こるものは筋肉の損傷です。筋肉の損傷が必ず起きてくるんですけれども、それをちゃんとそのまま放置させていくことによって筋肉はさらに損傷した状態から硬くなって繊維化されやすくなっていく。それによって機能がますます落ちていく一方になりますので、慢性的に捻挫を繰り返していく一番の原因になりがちなんですよね。なので今日はその筋肉の中でも足のすねの部分の前にある前頸骨筋っていう筋肉をケアの方法をちゃんとしていきたいと思います。で今日はその機能をちゃんと保つことによって捻挫を最大限に予防させてくれるケア法をしっかりしていきましょう。はい、それではですね、第1回目のケアからやっていきたいと思います。前頸骨筋の解剖術ですね、位置は、こちらで確認をしてください。まず1回目はこのフォームローラーを使ってちょっとケアをしていきたいと思います。はい、じゃあまず手をつけまして、前頸骨筋の膝に近い部分からスタートしていきたいと思います。で両足をこういうような形でしっかり乗せるようにして、じゃあまず、足首に向かってゆっくりフォームローラーを転がしていきます。ゆっくり転がしていってください。で足首の方に近づけてくると、また膝の方に向けてゆっくり転がしていきます。じゃあこれを大体 30秒からですね、長くは1分以内で繰り返してください。はい、ゆっくり転がしていくうちにですね、筋肉が硬くてうまく転びにくいという場所が出てくるかもしれません。それはですね、特に固まっている筋肉があるということですので、その部位で、動作を止めて、さらに20秒から30秒ぐらいしっかり停止しておきましょう。その後もう一回ちょっと転がすようにすると、止まる部分がなく同じような感覚で転ばせるっていうことが、その変化が分かってくると思います。はい、じゃあこれをですね、さらに2回から3回ぐらい繰り返して、それを左右必ず行うようにしてください。はい、じゃあ2回目はですね、その前頸骨筋をしっかり伸ばしていきたいと思います。じゃあまず膝をつけまして、こういうような形で座るようにしてください。前頸骨筋を地面に対してまっすぐつけるようにしておきましょう。でその後手を後ろにして上体をしっかり立たした状態です。上体を立たした状態でゆっくりお尻を地面に向かって座っていきます。ゆっくり地面に向かって座っていきます。足首の方にちゃんと手が届くように、方向を持ってください。で前頸骨筋がしっかり伸びてくるんですけれども、自分が行ける位置、今の筋肉の状態で自分がちゃんと伸ばせる位置まで行ったら、そこで20秒から30秒しっかり停止しておきましょう。でそれをさらに2回から3回繰り返していきます。ゆっくり座れる位置まで行って、十分伸びてきたところで20秒から30秒しっかり止めておきます。まずは自分がお尻を地面に近づける位置までで大丈夫なんですけれども、最終的にはお尻が地面にしっかりついて
手が届くぐらいまでちゃんと動かせるようにしていきたいと思います。20秒から30秒しっかり停止させていきます。注意しなきゃいけないところは、お尻を突き出して上体はこういうふうに前に倒さないように注意してください。